私ね、ネガティブな感情とか、ネガティブな例えば出来事とか、まあネガティブな出来事が、だからネガティブな多分感情が湧くっていう、連動してると思うんだけど、そういうのをこう、まあ嫌だって思うことがまあ普通だと思うんだけど、私ね、そういう感覚が来た時に、まあ昔は全然違うけど、今はちょっとやっぱすごいワクワクするんですよね。自分が感じることっていうのは世界が感じることであって、私は集合意識であるっていう感覚で生きてるんですよ。だから自分のその体験、喜びの方ではなくて、ネガティブな方の感覚の方っていうシェアが、要は世界を変えるタイミングだって分かってるから、すごくそういう感情が湧くときにワクワクするんですよね。なんかとっても変な話なんだけど、ああまた世界が変わる時だなっていう。で今回その感じてたことっていうのは、ああこれはもう完全に2年前の私だなってことは、 Now その私っていう人たちが世界にたくさんいて、その私に向けて自分のね気づきとか体験っていうのをシェアしようっていう。でその今回の件がいつシェアしたくなるのかなと思って感覚待ってたら、急に今日訪れまして、あれね、2年前にね感じてたのは、結構これ何回かシェアしてるんで何度も聞いた人もいらっしゃると思うんですけど、 SNS をね全部やめた時に、ものすごい私孤独のブラックホールにポトンと落ちてしまいまして、本当にね世界から取り残された感じがねすごくあったんですよね。みんなが世界が進んでいるのに、こう自分だけが止まってしまったみたいな。ねそんなことは全然真実じゃないのに、その人のこう活躍とか、こう世界が動いていることにものすごくその焦りで、あもう自分はなんか取り残されちゃったんだみたいな、で一人なんだみたいな、その孤独感みたいなね。で多分今そういう気持ちになってる人多いんじゃないのかなと思ったわけ。この2年前に感じたあれが、その復活した時にSNS を一回この体験をシェアしてるんだけど、そのまたあれから時が経って、今の方がもしかしたら2年前の私の状況の人の方が多いようななんか気がしてですね。なぜかっていうと、最近また感じることがあって、そのこの孤独感っていうのがうわってこう自分の中から押し寄せてきたっていうことがあったから、それは何かって言ったら、今ねアイキンが10月にさ別府でミュージカルをやるんだけど、それに私最初キャストで入ってたんですよね。でそれがあの人がね、もう私に頼らないで自分で一人で頑張りたいっていうことで、私は抜けたんですけど、その座組を。で、アイキンがその楽しそうにやっている姿、良かったなっていう、その思いが湧くと同時に、なんかそのいろんな人のパッて投稿が目に入ってくる時に、こう押し寄せるその孤独感みたいなのがあって、まあそれは、なんだろう、その場所に自分がやっぱいないっていう。で、もともといなかった、んだったら多分もしかしたら思わなかったのかもしれないけど、最初はそこにいるはずだったっていう場所に私がいなくなって、でさらにその私の代わりの人が入ってるとかっていう、なんかその状況に対してまあ思いますわね普通に。でこれのこの場所に長くもう当たり前だけど、とどまることはもう当たり前だけどないわけですよ。そこに入ろうと思ったらどれだけでも多分入れるわけ。そこの場所に留まってたらどうなっていくかっていうと、孤独を感じるでしょ。で、そしたら、あ、なんか、私は仲間に、入れてもらえないとか。その、これはね、多分、あれです。私、いじめられてた経験があるから、多分そこのトラウマとかを引っ張ってくるんですよ。わざわざ、昔の。で、愛されてない。例えば嫌われてる。一人なんだみたいな、誰もお前のことなんて好きじゃないとか、わかります？そこまで行けちゃうんだよね、そのそこの場所にいようと思うと。で2年前にその孤独の場所からの脱出方法っていうか、
本当の意味で帰る場所みたいなのって、2年前にも分かってるから、言おうと思ったらそこまで行けちゃうんだけど、ああ、孤独、あ、来た来たってなった時に、あ、戻る場所がもう分かってるから、すぐに戻れてはしまうわけですよ。でも、多分今、この配信聞いてる人の中で、戻る場所が2年前の私みたいに分からない人って、ここまで行けちゃうと思うんだよ。その、私の今の状況はこうだけど、そのトラップにもハマりまくって、なんか、もう、ただの孤独感だったのが、芋づる式にもなんか、すごいなんかところまで行っちゃうみたいな。でしょ、行けるでしょ、皆さん。そこまで行けちゃうでしょ。で、この間、まあ、誕生日があったばっかで、ちょうど。なんだろう、1年に1回どころか、まあ私、もう本当に、毎日もう、すごく感謝されながらやっぱ生きてるんですよ。もうあなたのおかげでって、多分人が一人一生分言われる感謝のもう何百倍ぐらい多分もう感謝され尽くしちゃってるんですよね。イコール、そのありがとうって愛でもあるから、ものすごく愛ももらってるんですよ。多くの方からそのエネルギーで。そんな状況な、にいる、私ですら、すぐにそうなるんですよ。孤独感って。その状況で、すぐに孤独になれちゃうってことが言いたくて。だから、ほんとね、完全無敵になりたかったっていうのが自分の望みだと思ってたんですよ。もうなんか何にも気にならない。もうほんとにもう私は愛されていて、もうそこだけにいたいみたいなのが望みであったんだけど、実は本当の意味ではそんなの望んでなくて、今みたいにそんだけ感謝されて、そんだけ愛されて、そんだけね好かれてるってなんか心の底から感じてるにもかかわらず、なんかちょっとした出来事でこうやってすぐに孤独になんかはまれてしまう、なんかこの繊細さとデリケートさと、あとなんかそのすぐにその忘却忘れてしまうっていう、この今の自分のその性質的なことがものすごく気に入っていて、それはこうやってシェアできるからなんですよね。全部が全部、なんだろう、コンプリートされてしまうようななんか感覚、そんなのなんか気にならないよみたいな。なんか例えば今回の件でも、アイキン楽しそうでよかったね。で、終われば、終わる話、こんな話とかもシェアやっぱできない。で、多分ハッピーちゃんって多分そういう感覚だろうねって多分思われてることもわかってる。でも、今のこの状況の私がそんなこと思うんだっていうことにまた多分価値があることも分かってる。そんななのにそう思っちゃうんだって。だったら今の自分がそう思うことって当たり前だよねっていう、多分許しにもきっとなるっていうことが分かってるから。なのでそういう出来事が起きるときに、ああこれは私の本領発揮の時だなって思えるわけですよ。で、今、ちょうどね、昨日ね、携帯なくしたんだよね、私ね。それでね、まあ、正味12、3時間かな。携帯がない状態で、過ごしてて。だからその、誰とも連絡が取れないし、何の SNS も見れないみたいな状況で、過ごしてた時に、あ、そうそう、思い出したのよ。2年前のこと。で、多分今日の感覚が来たんだと思う。あ、今日話そう、みたいな。あ、これ、あの時もこんな状況だったなって、周りの世界で何が起きてるか全くもう分かんなくなっちゃったみたいなことも思ってたなっていう、それでね思い出したんですよ。だから今ね SNS を見て、周りの人がもう華々しくなんか活躍している状況を見て、そしてなんかこういろんなことやっている人を見て、ああもう自分は何にも進んでないし、何にも変われてないし、なんか置いていかれてるなって思っているそこのあなた、今こそですよ。今こそ本当の意味で目を覚ますタイミングですよ。大きくあなたは変わる時だと思う。だからその時に、そのなんだろう、エゴキンマンのこう声に負けてね、行動することが悪いとかそういう話ではなく、だからあそこの輪の中に頑張って入ろうとか、あの人より頑張って動こうとかっていう動き方の行動はやめた方がいいよっていう、ますます眠りにつきますよ、それやるとね。
直代さん、今はどんな感覚なの？穏やかな感じってあるんだけど、その今っていうのが多分捉え方がざっくり雑すぎて、きっと多分その聞き方ってそれは毎瞬変わります。うん、だからもう大丈夫って思ったって次の瞬間ふって寂しさの風が吹いたりするわけですよ。でまた心の家に戻って、そしてあーって自分の中の真実に戻れたってなってても、またなんかのタイミングでふわって孤独と寂しさの風が吹いたりとかっていう、まあなんかそういうことなんですよね。だから常に固定してなんかの感覚の中にいるっていうのは多分ありえなくて、常に変わっている、毎瞬毎瞬変わるんですよ。そうそうですね、お天気と同じだねってコメントあるんだけど、今特になんか台風が来たりとかするから分かりやすいかもね。雨降ったりなんか曇りになったと思ったら次の瞬間また晴れてたりとかっていう、なんか最近そんな感じですよね。まああんなのと一緒ですよね。かよさん、あるがまま受け止める感じでしょうか。そう、観察者でいます基本的に。その寂しさの風が吹いた時にうわって孤独のブラックホールにはまる、そのネガティブなことを感じている自分を観察している自分がいるんですよ。だからそっち側をワクワクしてるんですよ。冒頭で喋ったように、ああ集合意識を変えれる時だっていうのがわかるから、自分のこの体験のシェアで集合意識が変えられるっていうイコール世界が変わる時だって、なんかこの二つがあるわけで、観察者の自分は常にやっぱワクワクしてるのね。何が起きても何を感じてても、でもそのブラックホールの方にハマっている自分っていうのは当たり前だけど、ああもうなんかつらったんみたいな感じです。まだこれがバシャールとかエブラハムが言うその、うん、非物質世界にフォーカス当ててる自分と物質世界にフォーカス当ててる自分のその二つの視点があるっていう、多分その私が今言っているその観察者の視点っていうのは非物質世界のにフォーカス当ててる自分の視点なんだろうなっていう、それがなんかこう同時に起こってるっていう感じ。コロコロ変わる自分も許可して観察者を楽しみたい。最高ですよそれ、おすすめです。ミカさん、集合意識をどういう風に変えるの、私たちの意識を変えるのってあるんですけど、これはね、言葉で説明するとちょっと伝わるのかわからないけど、あのね、本当にね、他人っていうのが存在してないっていう感覚なんですよ。だから他人を変える、集合意識を変えるって言っている時、私が変容するっていう言い方が一番合うのかな。なんか私と世界がもう一緒なんですよ。だからこの配信も他人に向けてっていう意識ではなく、他人っていう肩書きがついてる、それあなたは私ですよねっていう感じで喋ってます。だから最近のさ、これ何なの、インスタライブすると絶対高音で切れるんだけど、最近なんかいい話だったのに、もう何の話してたっけ。なんかすごいいい感覚の場所にいて喋れてたのに、なんかこう高音で切れて、ちょっと切れちゃった、切れちゃったっていうの私が。だからだから何だった、やだもう。もうああいうのってさ、うわーってなんかもうある場所の感覚に入って喋るから、なんかそのそれがさプツって切れるとさ、なんかあれっていうなっちゃうの、わかります。もうあ、もうこの話だけはできるよ。ほらさっきの時の喋ってる私と今喋ってる私がほら違うんよ。もうすでに連続してなんかハッピーちゃんってみんな観測してくれてるけど、そのあの切れる前の私とインスタライブが、この今ほら切れた後の私って全然別人なのに、すでにこう、もう良かったですね、これ間近で見れましたね。もう感覚が変わっちゃってるわけ、ほら実際に。だからほら喋れない、そう、あそこにいたから、あ、シェアできると思って。だからあそこの場所にいる時って本当に気づきのことがブワーって喋れる場所なのよ。だからチャンネルが入って、あ、今配信しようってなるんだけど、今そこからずれちゃったよね、もう変わっちゃったの、周波数が。あ、もうだからよくわからなくなっちゃった、なんだっけ。あ、HR さん、それを伝えてくれるために切れたのかなってコメント。あ、そう思う、そうかも、もうリアルで分かったでしょ、全然違うでしょ多分。
あやさん聞いてて泣いてたけどピタッと涙止まった。ほらそうでしょ、多分ほらもう全然ほらほら聞いてるスタンスのみんなも全然違うの、全然ほら変わるでしょ、ほらこういうことだよ、かった拍手なんて素晴らしい展開でしょうか、そういうことや。あやさんなんかすごい現実感がすごい、あすごいでしょ今ね、私あのどっちかって言ったらあれだよ、物質世界に寄った視点で喋ってるわ。さっきはもう完全に気づきが起こる意識の場所で喋ってた。ほら一瞬で変わっちゃうの、こうやって同じ人なのに。そうだから今の場所にいると、さっき言ったような今回起きたアイキンのそのミュージカルでの出来事とかで孤独感とか寂しさの風がふーってこう吹いてくる場所だよ今、ここ私がいる場所で、さっきの場所っていうのがあの観測者の場所ね。あそこにいるとドラマに入り込めないところになっちゃう。ネガティブな感情を感じてる自分が片方でいることは分かってるんだけど、どっちかって言ったらこの気づきが世界を変える変容の一個であるっていうワクワクした視点の方が強いから、そっちですね。弓江さん、次の瞬間は何が起こるか分からない、体感させてくださり感謝でしたけど、ありがとうございます、よかった。だからあの人と普通に会話してるときは私この場所にもちろん感覚的にここが多いで、一人になって心の内に戻る時間を作るときっていうのはさっきの場所にいることが多いっていうか当たり前だけど、そのために時間作るんで一人ので、あと怒りのワークとか、そうそうパキラのプレミアムワークショップとか、ああいう人を集めてフィールド作るときもあそこの場所に必ずいるようにしてる。普段普通に会話している時こっちですもう、意図的にあの場所に行けるってことってあるんだけど、意図的に行けます、意図的に行ける。で今は切れたみたいな、インスタライブ切れたやん、なんなんこれみたいな、現実ってそのうわーって早いじゃない、私的にはなんか進み方が早いなと思ってて、この現実ってなんかもうちょっとテンポ落として行ってくれたらいいのにってよく思うとかあるんだけど、例えば今回のこの件、インスタライブ切れたってなってそのまま配信してるからこっちの場所で今喋っちゃってるんですよ。でもこれをもう一回戻り直そうって、そこにまあじゃあ例えばその5分とか10分時間作って別に入り直すこともできた。まあでも私はそれ今回選択しなかったっていう、てかその気にもならなかった、なんなん切れたんだけどっていうテンションで入ってきちゃった。だからそっちの場所に今戻れなくなってるけど、別にこのライブ配信を始める2回目の始める前に、まあ、5分ぐらい時間取ってもう一回その気づきの場所、観測者の視点の場所でもう一回さっきの話の流れを進めようっていう選択もできましたね。ちょっと時間もらえればできる、それは。でもなんかこういう風になんなんこれみたいな、切れたやんみたいな、その現実の流れに乗っかり出したらそこに行けない、なんかわかりますかね。そうだから私的には結構一回切ってる感じがある、目の前の現実の流れを一回ブチって切って戻って戻るみたいな、現実に。でも現実がなんか毎週毎週目の前でやっぱ起きてるじゃないですか、いろんなことが。その流れに自分も合わせて、今回みたいにインスタライブ切れたやんけーみたいな感じでうわーっていくと、もうなんか完全にそっちの視点になっちゃう。もうコクさん、エネルギーのビフォーアフターコントラスト目の当たりにできて分かりやすい、説明も分かりやすい、ありがとうございます。みんなそうじゃない、そんなことない、現実って早くない、今回みたいにさ何かが物事起きるじゃん、急なこととかさ、例えばありがとうって言われてる瞬間とか、ありがとうって言われた瞬間に例えば次の瞬間あ会場出なきゃいけないんだとかさ、そうだからなんかそういう時にあえてもうその場に留まっていただいた言葉を味わうとか、なんかそういうことをあえてやるね。メガさん、起きた現実に対して翻弄されないことが大事なのかなってあるんですけど、まあはっきり言ったらまあ究極的なこと言ったらどっちでもいいじゃないですか、どっちでもいいですよねっていうのがまあ私の個人的な意見だって、翻弄されてるのもまたそれも風情があるただあまりにもきついんだったらこの考え方を持ってるといいなと思いますよ、その枠の外に出れるから。あ、もとこさん、すごいすごい、この体感すごい、この感覚これから生かしていける気がする、ハッピーちゃんありがとうってある。いや本当にね、もう自分で声質も変わるのも分かりますよ、これもうさっきと全然違うよね。ふみさん、スクリーンに入ったり出たりの感覚、あーその言い方、うんそんな感覚かも。
どうやって意図的に混ざってるか知りたいなってあるんだけど、まあそれ本当奥に行くって感じたんですけど、自分の中の本当に一番奥のエネルギーを、肉体感覚っていう言い方が一番近いと思うんだけど、その一番奥がこの愛の場所なんだよね。心の家って呼んでるところです。大いなる故郷でもいいし、内臓のもなんか内臓のもっと奥みたいな、なんか、ね、もう物質的な何かを超えたもなんかもっと奥みたいな感じです。まあ私の感覚ですよこれは。そこにね行くとね、本当に静かでね、なんか本当に何にもなくなるんだよね。静寂と安堵感、平和で、うん、なんか本当に温泉入ってるみたいな感じですね。そう、私はその場所を作るときに、あと基本的にそこの場所に留まるように、だから温泉入ったみたいに気持ちいいって私のその空間に来ると感じてくれる人が多いのは、それは私がいつもその場所にいるからなんですよね。普段ものすごく内側とは逆の表層で生きてるなと気づきました。あ、よかったです。こう気づくの大事ですよね。気づくのね。あれこれ、え、ちょっと待ってくださいよ、ちょび。今ちょっとトイレに入った瞬間思わず出てきちゃった。元気ですけ。いや、ちょっと待って。いや、なんかさ、さっき喋ろうと思ってたことが聞いてくれてた最初から。いや、聞いてましたよ、今日。戻らないまま、なんか、インスタライブ始めちゃったら、ちょっと戻れなくなっちゃってね。ちょっと助けてよ。私思ったのは、うん、人間での方で喋ってるのに、うん、やっぱキレキレのコンサルじゃないですか、うん、ハッピーさんって、うん、いや、コンサルしてる時は入ってるよ、あれ。あれも入ってるんですね。入ってるよ。あの普段のこういう会話よ、くだらない会話の時はあれだけどあの人のなんかを見てる時とかは あ、そっか、もう入ってるか、完全に入ってるよ、うん。てか逆に言うと、そこの場所に行かないと人のことなんて全く分かんない。あ、やっぱそうなんですね。うん、全然分かんない。え、でもあれですよね、アッピーさんがやっぱ戻るっていうのは、うん、瞑想とかやっぱそう、なんていうんですか、そのあえてやっぱ一人に振ってもう戻るっていうのを、うん、一人に戻る、一人になる、そう、一人になる時間を作って、うんうん、で、あの意識状態に持っていくっていう感じですよね。そう。でも今喋ってて思ったのは、対面でなんかその状況になった時は、はい、急にスイッチが入れれる。あ、そうなんですか。うん、のらりくらりこうやって全体で喋ってる時には、はい、そのさっきみたいな感じでなんかなんで切れたみたいな流れで入っちゃうと戻れないんだけど、はい、その人のことこうなんか奥を見るとかそういうなんていうか分かる、なんかモードが入るとパッて切り替えれる、そういう時は。いや、すごいですよ。でもハッピーさんでもやっぱ揺らぐんだなっていうのを知れて。いや、めっちゃ揺らぐよ。そうなんだ。なんかああいうのとかもやっぱあえて見に行かないとか、なんかそういう選択肢を取るのかなってか思ってたんですけど、いや、意外、そう、なんかアイキンとかもやっぱあえて見に行かないとか、なんかそういう選択肢を取るのかなって思ってたんですけど、うん、あ、それもやってるよ、もちろん。あ、そっかそっか、うん、やっててもやっぱ見に行った時に、見た時に、あ、違う違う、目に入ってきたりするじゃん、あの、あ、なるほど、投稿が、うん、なるほど。でもう一個は応援したいっていう気持ちはすごくあるから。そうですよね。そう、応援したいっていう気持ちがあるから見に行くよね、そういう観点で。なるほど。で、楽しそうにやってる、楽しそうにやってるの見てよかったねっていうのはあるわけよ、うんうん、で、その自分の見るタイミングだけでその感情だけで終われればいいんだけど、そのパッて開いた時に出てくる他の人の投稿での自分が見に行っていないときにパッて目に入ってくるときに、要は多分準備ができてないんだろうね、はい、もうなんかもうブロックホールに入るなるほど、なんか安心しました、うん、私もなんかパキラのやつやってるとき強がって見に行かないとかしてたけど、うん、やっぱなんか孤独とかああいうとき感じてるんだなっていうことをなんか思いました。その時思いました。思いました。ちょっとあの見ないで強がってましたけどいや、今やってるさ、あのメディスンクラスとかマジやばいよ。本当やばい。何やってるんですか。いや、ね、何やってるんですかって感じでしょう。あの最優先、あ、時間がない人いるからさ、ね。
いやもうそれはね、まこちゃんの話聞いてなるほどって思った。そうでしょ、めっちゃ面白かったよね。俺がな、かかん、そうそうそう、私には時間がないんだからって言ったもんね。そしたらさ、ね、仕事で私も時間が取れなくてって言ってね、そんな時間じゃねえよみたいな、こっちは余命なんだよって言ってたもんね。なんかさ、ない？なんかその前半でシェアしたさ、なんか置いてかれるとかそういうのとかないの？孤独といかや、さ。全然ありますって。だからさ、やっぱパキラの時とか、うん。置いてかれるってやっぱ見ると、思うから、やっぱ先にそのなんか先手で見ないようにしようみたいなのが発動してたっていうのはありましたし、なんかでも確かにそれ言われたら、その波のように大丈夫だって思う時と、なんかわかんないけど無性に自分だけそれこそ気づきとかが分かってないのかもみたいな、なんかよくわかんない、そういう、なんかみんなは上っていうか軽くなってるのに、自分はなんかそれこそなんか上辺しか分かってないのかもしれないとか、なんかよく分かんないような、そういう置いてかれる感覚みたいな。まあでもやっぱあるよね、普通あに。ります。いや、普通にあります。しかもやっぱその幅も大きい気がちょっとしますね。なんかそっちに思考がいっちゃったっていうか、そっちにフォーカスが入り始めて、それこそ抜けることを忘れちゃってると、どんどんそっちに入ってって、なんか楽しいって何だったっけ？そうそう、だそからこまでさ、私は言っちゃった。なんか実際、まあ、じゃあ美香ちゃんだって外部から側であなたのことを見るならものすごい、要は人気者なわけですよ。愛されてるし。でも、そうなるじゃん、やっぱり。私もそうじゃん。特に本当にこの間誕生日があったからすっごいわかりやすいけどさ。あんだけ愛されててとかっていう、確か。側で見ても、で、本人も、他人から見てもだし、本人自体もものすごい愛されてるっていうのを感じてるのに、すぐにそこに行けちゃう。これってもうそこに行かなくなることってやっぱないっていうのもあれですけど、やっぱ行っちゃうものって感じなんですいか？や、だから、行かなくなる人もいるんだと思うよ。例えばで、あの場所、私の前半で喋った場所の感覚にいたら、当たり前だけど、楽しそうでよかったねっていう、それで終わり。なんだけど、まあ、結局さ、やりたいことが私も、多分あなたもだけど、やっぱメッセンジャーであるっていうことが、多分とっても今回やりたかったこと。なるほど。で、じゃあメッセンジャーであるっていう時に、宇宙存在、エイブラハムとかバシャールにも私はそれこそ救い上げてもらったわけなんだけどさ、彼らはやっぱりもうネガティビティなところに全くいないから、ある意確かに。味、ドライ、とっても。なるほど、確かで、に。そのドライさが、私はいいも悪いもあるなと思っていて、あまりにもきつい時には、その人たちのドライさが、ものすごくやっぱ、冷たく感じる。確かに淡々とはしてますもんね、そうなのよ。っどてちなっらたかという時と。に、救いだなって自分の中で思ってるのと、まあ本当にあえてこの気質選択してきたなって思ってる、二つともこれ思ってるんだけど、こんだけ愛されてるのに、なんかすぐに孤独に入れるぐらい、なんかすぐ忘れるっていう、この私の繊細さと忘却具合っていうのは、やっぱ必要なの、とっても多分。なるほど。私これも持ってなかったら、わからなすぎて多分きっと。同じ感じになっちゃうと思うよ、バシャールとかと。だったらもうバシャールでいいわけで。そう思わない？ 確かに。しかもそしたらあんだけバシャールがね、昔からあるけど、やっぱ人間が変われないっていうのは、やっぱバシャールの言葉だけを理解してあれするっていうのは、やっぱ人間には結構難しいのかもしれないですそね。うなのよ。いや、本当にね、この話も何回もしてるんだけど、エイブラハムにね、直接会いに行った時に、あ、もうなんか、いや、ダメだって思った。とってもいい意味で。この人たちは新しい視点をくれるし、視野を広げてくれるけど、人間のこと分かってねえと思ったわけ。なるほだど。から私は、人間として、この彼らがくれた白い視野と、新しい視点を人間として伝えるっていう、役目があるなってすごい思ったの。だから翻訳家みたいな多分言われ方をするんだけど、その宇宙存在たちの。なるほじど。ゃあその翻訳家としてあるためには、
自分がやっぱりその常にその体験の場所から離れないっていうのとっても多分大事なことで、うんうん、そこまで俯瞰していろいろ見れてるのがやっぱすごいなって思います。あ、そう、自分の、うん、自分のなんかその位置っていう言葉が合ってるか分かんないですけど、うん、なんかそこのなんかその視点のやっぱ高さがやっぱ宇宙人と人間の間間ってあ、そうそうそう、つなぎ役になりたいと思ってやってる、うん、なるほど、だからすごい、うん、やっぱそのバチャルとかの私もその最近改めてあのブログとか動画とか見るんですけど、うん、だから それを読んでる時とかはあ、そういう視点っていうかその見方とかはもう忘れちゃうから、うん、私はああやってこう人の目とかすぐに気にしてこう自分には力があるってことすらももうすっかり忘れちゃってたんだなとか思うんですけど、うん、でも実際にそのあれを読んでそうなんだなって思うけど、じゃあ実際自分が日常でってなった時にはやっぱハッピーさんにその話を聞いて、あ、でもそういうふうにこう思う、やっぱ人間だからそのあのバシャルが言ってるままの状態でずっと入れるわけじゃないじゃないですか。そうそうそうなのよ。でもなんかそれでいいんだとか、なんかそれをそういこうそれの状態になっちゃうから戻るっていうことを忘れないようにしていくんだとか、なんかそういうのがやっぱ読んでるだけじゃ分からない。うん。とは言ってもやっぱりその少なくはなってきちゃってるわけですよ。とこのブラックホールに入るこの孤独感とか、あ、なるほど、なるほど、うん、なんかそのネガティブに捉えてネガティブな感情になるっていうことが、はい、やっぱりとっても少なくはなってきちゃってるか、とは言っても、なるほど、だから今回の件とかは来たっていう感じ来たみたいないやだってこの配信で、あ、ハッピーちゃんでもそんなこと思うのとかさ、なるじゃん、やっぱりすごい価値があるよね。だから私が孤独を感じることにとても価値がある普通さ、なんか悟り人とかさ、あの、そう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 、なんていうの、あの孤独はもう感じませんとかなんかなりがちじゃん。もう私あの逆サイド行くから。側って本当関係ないんだなって思う、ね。いやないよ。だからどんだけ人気者になってもどんだけ愛されてても、うん、そんなもんはね関係ないんすよ。いや関係ないんですね。本当に関係ないっていうことが、うん、関係ないの。本当に関係ない、うん。だからね、忘れてるか覚えてるかのもうなんかその二択だけ。もうえ、それは何を忘れてるかってことあれ、いやだからその真実の場所、自分にとっての、ああなるほど、うん、心の家をの場所にいないで外に出かけちゃって、はい、そこがもうまるで自分の真実みたいになってる時を忘れちゃってる時ね。なるほど、うん、でその時はいくら側がなんか愛されてる状況で人気者で、うんうんうん、もうどれだけ好かれてるとかって自分で はっきり自覚してて、実際にそういう状況だったとしても、はい、忘れてるときはそんなのも一気にぶっ飛ばして関係なくなる。なるほど。うん。でも瞬間的にもう一個の心の家の場所に戻ることもできるし、うん、で逆に言うとそこに行けば別に誰から何の見向きもされてなくてもね、私服です。ただの。いや本当そうですね、うん。それを忘れることを忘れちゃダメだよって。そうそうそう、そういうことそういうことそういうこと。いやだから私それも若干なんかちょっと勘違いしてたっていうことに最近気づきました。その言葉すらも、うん、本当なんかその理論とかを忘れちゃダメだよみたいな。あ、違う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 、ね、全然違う、理論なんてどうでもいいわあね、皆さんハッピー理論ってあのね、あれなんだよ、なんかせこいハッピー理論ってね、せこいの何かって言ったらね、いろんななんたらメソッドみたいなのあるじゃん、 なんか他で、でそのメソッドで言うとハッピー理論は違いますとかってなんかこう言われたりするとき、もうなんかそもそもそれがハッピー理論だからってなっちゃうわけいやだってわかる、もうねどこまで行ってもハッピー理論あのしかないところのもう取っちゃった枠を私それがだってその人にとっては真実なわけだから、なるほど、その人がいいと思ったら、うん、それがもうハッピー理論、うん、そうだよだからどこまで行っても逃げれないの、皆さんハッピー理論からせこいでしょなんかもう、ね、なんかなんていうの、あのオセロの4隅取っちゃったみたいな感じ確かにだってだ全てのもう教科書捨てろだから、もうほんと確かに理論とかつけちゃってるけど、もはや理論がないのがハッピー理論だからあなたがどう思うかだけですもんねそうなんですよ、だからなんかハッピー理論がなんか不一致だってなったんだったらなんかもうそれが不一致だって思うことが一致じゃん、
確かに。もうその時点でハッピー理論だから。もうね、すぐ忘れるから。うん、すぐ忘れちゃう。うん。なんか そんなもんだ。みんなそんなもんじゃない？え、そしたらどうすればいいんでしたっけ？え、だから、あの、なんかね、だからね、だから感覚をね、一回ね、その捉えとくと、私は最近やっぱ楽だなって思ってる。ほう。なんか理論じゃなくて、その、要は、そのメディスンクラスでさ、例えばこの間とか、シンさん、森種さんとかのシンさんと、はい、結構もう正座して、40分くらいその対峙したんだけど、はい。え、何も言わずにですか？いやいや、あの、いろんなモンドがあって。あ、はい。で、その二人でお家に行ったわけよ。心のお家。で、感覚掴んでくれたんよ、シンさんが。はい。なんか、ハッピーちゃんが静寂言うけど、なんか全然ようわからんかったけど、なんかやっとわかったって言ってくれて。一回、だから、そういう体感が起きる。体感が起きるとさ、ほんと、ダンスもそうだけどさ、一回なんか手の動きとかをさ、新しい手の動きが入るとさ、はい、忘れないじゃん。ああいう感じで動かせばいいんだみたいな、足の動きとか。それと一緒でね、知識じゃなくて、一回体の感覚覚えると、早いんだろうなって最近思ってる。なるほど。でもやっぱりそれ、うん、自分一人で入ったっていう感覚を得るのは、あれですか、うん、ちょっと難しい？いや、瞑想とかそういうの通じていけるよ、全然。ああ、なるほど、うん。だって私別にそんな怒りのワークとかやってないもん。ああ、確かに、確かに。うん、ちょっと待って、スリーさんのこのコメント。ハピちゃん、その外見で長い間正座できてることに驚いたんだけど、ちょっと待って、それどういう意味ですか、それ。ちょっと待って、どういう意味なの、それ。ね、ちょっと待って、文字文字しないで、綺麗に長い間正座してらしたのがすごかったってきてる。ちょっと、スリーさん面白いからちょっと入れた。こんばんは。あ、一番最前列座ってきてた人だ。あれ、あの、よ、うん、あの時。珍しく最前列に座って、あのセッションが来たじゃないですか。でも、うん、まあ、最前列にで爆風を受けたみたいな。爆風だった！もうそんな衝撃だったんですよ。なんかもう、すごい感情のエネルギーがすごくて、爆風にやられたぐらいに思ってたんだけど、なんかこう、私もこう、って涙しながら、たまにハッピーちゃんの方を見ると、うん、きれいに本当に背筋伸ばしてあんなに長い間座ってると足がしびれてくるとかあるじゃないですか。もう全然もじもじしないの。え、しかもあれですよね、まこちゃんの回のやつってことですか？そう、あれ、余命優先枠で入られた方ですよ。あ、そうです、余命優先枠で。お先です。全然スリーさんさ、なんかさ、今やってるさ、あのメディスンクラスで体幹の方だよね、やっぱり。体幹、はい、うん、その心のお家の感覚とかさ、そういうのを一生懸命みんなでやってるよね、今ね。そうですね、うん、あれは言葉にできないですよね。できないよね。なんかね、なんかシェアしづらいんだよ、すっごく。だから、うんうん、なるほど。特にこの間の回すごかったね、スリーさん。いや、すごかったです。で、私今日はもう爆風の煽りで、今日本当に使い物にならなかったですね。嘘。何が起きてるのかわからないんですよ、うん、自分の中で。だけど、うん、本当に一日中使い物にならなかったですね。で、こう自分と向き合って、うん、やっぱりさっきハピちゃんが言ったように、孤独の感覚とかがすごい襲ってきて、うん、で、ね、この間のクラスでホームに戻ればいいって言ってくれたから、そう戻ろうとしたんですけど、なかなか戻れなくて、うん、それでなんかこう一日ちょっともうだらっとしてたっていうか、もうじゃあもう戻れないんだったら、まあこの孤独の中にいるしかないな。でも、あの時にハッピーちゃんが言ってた、その孤独とか悲しみとかの本当のその際の際まで行って、ペロってめくると、うん、愛がそこにあるっていう風に言ってくれたじゃないですか。うんうん、でもそこに行きたかったけど、なんかまだそこに行けなかったっていう、うん、そこがちょっとまだ修行が足りないなっていう風に、うんうん。でもまだその旅路始めたばっかじゃないですか。
そうですね。うん。だから全然まだあれですよね。いいですよね。そっか。うん。いや、あのね、うん、一番今多分求められてる内容なんじゃないかなって思ってる、やってて。結局静けさを探してるっていうか、自分の中の多分みんな、うん、SNS とかさ、やっぱこういうのが、うん、情報がもう多いじゃん、今。静寂の場所みたいな。え、スリーさん、すごい気持ちいいよね、あの時間。うん。すごい気持ちいいです。っていうか、あの、なんかそもそもこう、スタジオのドアが開きましたとかって言ってみんな入ってくじゃないですか。うん、もうそこからしてなんかこう、静かですよね。うん、ね、エンターテインメント性、マジでゼロなんよ。うんうん、だから多分来てる人たちも私の感覚だけど、ああいう場所でさ、誰かと誰かが喋ったりするとなんか私な輪に入れてないとかちょっと思いがちだと思うんだけど、20何人もいると多分その感覚に誰もなってない気がするね。うん、なんかこう一人で喋らなかったとしても全然居心地悪くない。そう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 、うんうんうん、ハッピーさんがそういうエネルギーを作ってるってことですか？ってわけでもない。あ、だからもう、あの、あれです。やっぱりダンスとか、そういう時っていうのは、ああいう温泉の場所みたいな作り方はしない。あ、エネルギーなんだけどね、これって。うん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 。そうですよね。うん。もうちょっとその銅のエネルギーを混ぜるっていうか、メディスンクラスに関しては、もう完全なる性の、もう、エネルギー。で多分求められてんのって今結構このエネルギーなんじゃないかなっていうのをやり始めて、その感覚として感じてるわけ。確かにそれ絶対それも必要ですもんね。静けさが欲しいんだよね多分ね今ね。だってやっぱ情報が多いじゃない。確かにそうですよね、うん、見ちゃいますもんね。しかもどうしたってどうしたって、うん、手元にずっと手元にありますもんね、うん。でやっぱりその入ってきちゃうし、いろんなものが、うんうんうん、そうするとさ、もともとその心の家の感覚が分かってる私でもやっぱりその外に出て、はい、うんうん、孤独のブラックホールみたいな入るわけだから、なんかその感覚がなんかよく分からない状態でその情報ばっかり入ってたらね、もうなんかブラックホールそのものになるんじゃないかと思うわけ。しかもよほど内側に向いてこういうのが好きで、うん、一人でもその内側に入るっていうのを、そういう時間を取ろうって思って動く得る人じゃないと、やっぱなかなかその静寂って難しいよね、静かな場所、うんうん、でその他人と一緒にいる状況でその静けさを感じれるっていうのが、うんうん、なんかそのあんまり普段はない体験ができてるかなって思ってるの。やっぱり何かを喋んないといけないとか、その集団で言ったら仲良くしなきゃいけないとか、はいはい、なんかこうそういうのって起きがちみたいな。起きやすいですね。うん、確かにあのサイレント瞑想合宿のあのお昼の時とかってすごい気持ちよかった、ね、めっちゃ気持ちよかったよね。うん、気持ちよかった。人参を噛む音だけが聞こえるみたいな。ね、みんなで山同じ方向向いてね、誰も喋んないでご飯食べるっていうね、うん、あと体に触れるっていうのが、うん、すごいいい気がするんですよね。でしょ？めちゃくちゃいいよね、あれ。特に、あの、本当に余命枠の人たちって、うん、もう結構自分の肉体をおざなりにしてきた時間が、本当にあの、ミカちゃん世代よりも全然長いわけですよ。で、うんうんうん、あの、特に働いてたりとか、まあ、あの、うん、一家のお母さんとか、そういう方でも、結構自分よりも、例えば家族のためとか、自分自身の都合よりも会社のためとか、すごいいろんなことをこう体に溜め込んだまま、なおざりにしたまま、今まで数十年生きてきたみたいな。だからこう、自分自身が体に意識を向けるとか、他の人に触ってもらう、うん、まあ、特にこのコロナ禍ではなかなか難しいと思うんですけれども、うん、他の人に本当になんか心を込めて触れてもらうっていうのがすごく効いてる気がします。大事にね、扱ってもらえるんだよね、うん、それで結局その気が通る、自分の肉体に。でそうすると緩むわけよね。なるほど、緩むのか、うん、意識を向けられた肉体自身がなんかこう喜ぶっていうか、
なんか嬉しいっていうか幸せっていうか。なるほど。だからなんかこう、すごい変な話なんですけども、自分の思考とはまた違う、肉体自身になんかこう意識があるみたいな、すごい変、うんうん、そういうなんか感覚がありますよね。なんか湧いてくる。どうなのよ。いや、あの感情が、なんかどこに行ってるかって肉体が記憶してるのよ。そうなんだ。だから悲しみとか怒りとかを、いや人間的な感じ、さっき言ったさ、あのミカちゃんがさ、孤独を感じてただろうに、なんか排除してましたって言ったじゃん。はい。じゃあその時に感じてるだろう孤独がなかったわけじゃないでしょ。うん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 、あったわけじゃん確かに。はい。でもそれを要はストップかけて封印した。うん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 、じゃあそれは どこに閉じ込められるのって言ったら肉体の細胞なんよ。でやばい、その今言ったそのスリーさんのその、 あの触れる気を流すっていうことで細胞に溜まってた孤独とか悲しみみたいなそこが出始めるわけよ。へー。だから一瞬きつくなったりするんだけど、もうそれってとってもいいことで、へー、結局感覚が戻ってくるわけよ、自分のその肉体感覚は。へー、すげー、うんうんうん、でその痛みとか苦しみとか悲しみ、特に怒り、うんうんうん、とかっていうのが細胞が記憶しているものがうわーって緩んだことでこう開いて上がってきた時に裏側にその愛の感覚っていうのがあるから肉体に、それが要は心の家って呼んでる場所なんだよね。それは肉体も感じれるってことですか、うん、いやてか愛って概念じゃなくて肉体感覚なのよ。そうなんだ、うん、だから肉体的な感覚がちゃんと戻れば、その、はい、感じるっていうことができるから。だって感じるって何で感じてるのって肉体で感じてるわけじゃない。エネルギーって何って言ったら、エネルギーを感じるときってうわーって体から出てるそのエネルギーを感じてるわけでしょ。ああ、そっか。うん。その細胞からってことですか。そうなのよ。だからその愛を肉体で感じるっていうのがやっぱいまいちわからないです。その肉体で愛を肉体で感じるとか、肉体的感覚がそもそも愛なんだよね。むずい。どういうこと、わかります、スリーさんも。ワークやってたらなんか愛って私の中では概念だと思ってたんですね、うん、愛情とか愛とかって。だからこのメディスンクラスでハピーちゃんが愛は肉体の感覚っていう風に言った時に一瞬そうなのってすごいびっくりしたんですけれども、うん、でもなんかだんだん、ちょっと合ってるかどうかわからないんですけども、肉体があるからこそ感じられる愛感覚なのかなってちょっとだんだん思ってきてるところ。そうなんですよ。いや結局このなぜ地球に今ボーンしたかっていうとね、その神っていう、神という体験を肉体を通じて起こすために地球にボーンしてるわけよ。全てを生み出す創造のその神という体験、全てなるものですよ、全てなるものがこの宇宙全てを創造したわけじゃん。はい。その中でもその体験というものを今回私たちは肉体を通じて体験するために地球っていう場所を選んでるわけよね。なるほど。だから肉体がない地球人っていないじゃん。確かに。そうでしょ、言われてみれば。だって地球人っていう括りで概念的に肉体を持ってなくて何々さんって呼ばれる人がいてもおかしくなかったわけじゃん。確かに。うん。でも地球人って一応認識が入る時点でもう肉体を持っちゃってるわけですよ、はい、みんな。それはバシャルとかね、エブラハムの世界ではその肉体を持たない、私たちの世界で肉体を持ちながら神という体験をするっていうのが今世の私たちの醍醐味。だから肉体的感覚なのよ、愛。要は神って愛だから。何その体の感覚で、何、うん、感覚で愛感じてるなみたいな感じなんですか。その愛っていうとその多分概念になっちゃう、なんかその愛されてるとか愛してるとか、はい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 、そういう多分なんかいろんなものが先行しすぎてるから頭の中で、うん、だから心の家とかっていう呼び方にしてるんだけど、その心の家が愛の場所なのよ。私で言う心の家はイコール愛、いや大いなる、空見て綺麗だなとかっていうのも心の家、心の家に戻ってるでしょ。はい。その時に感じているその肉体的感覚にもっと目を向けると全身にその命の流れ、要はそれも私的に愛って呼ぶ言い方、その鳥肌、その話のでしょ。あ、なるほど。だからなんか一回そのコーヒー飲んでって、そのあこれで目の前が綺麗で、なんかその
生きてるだけで幸せだなって思ってる時にもっと肉体にかあの意識向けてみたらいいよ、意識向けてみて、そういうこと、あ、そう、その時のその感覚がもっと感覚体が感じてるものがあるっていうこと、そう、体、あ、感じてることないです私。じゃあ今さ、ちょっとじゃあさ、みんなもさ、ちょっとの時間、はい、この感じてみよう、呼吸をしてね、感じてみる、その自分の中に流れるこの命の流れ、こう空を見た時にミカなんだか感じたような、そのはーっていう、 あそこの場所ね、こんな深夜にねこの話をシェアできている、このすごい時間じゃない？はい、本当にそう思うねえ、うん、こうやってさ年代も全然違う私たちがさ、一つの話についてなんかキャッキャキャッキャ喋れてる、なんかこの今のこの時間とかで、この多分海外からも聞いてくれてる人がいる、そのなんか感じとか豊かだなっていうこう場所に目を向けたら、多分ものすごくすごい時間を過ごしてる、なんかそれを今からちょっとのな、本当何十秒かだけ呼吸をしてね、深呼吸をしながら、この一瞬一瞬なんかそのワンシーンを今体験してるっていうことを、それこそ体感してみようっていう、今見てもらってる皆さんも一緒にね深呼吸をして、でそのね呼吸をするときに吸って吐いてってする、なんかね吸うときと吐くときの間にちょっと間があるのがわかると思う、ちょっと一瞬止まるんだよ呼吸って、なんかそこの隙間っていうか、その一瞬をなんか捉えるぐらい、この今のこの瞬間に感覚を研ぎ澄ませてみてほしいのね。いや、体が緩みましたね、え、やっぱなんかこれいい、なんか気持ちくない、気持ちがいい、いやこれなんかやっぱこのハッピーさんの誘導っていうんですかね、あると入りやすいんですよね、うん、もうすごい吸引力でなって引っ張るから、その今この瞬間にエネルギーで、怒りのワークの時とかめっちゃそれ使う、相手がその場所から離れられるともうどこにも誘導できないから、いい、落ち着く、落ち着くでしょ、でね、こういうところを大事にすると、もしリアルで会ってても多分差を感じないと思う、人との、悟りって差を取ることなんだよね、確かに、そうすると本当気持ちが穏やかですね、でしょ、何にもないって感じになりますね、でしょ、そこに、うん、そこにやっぱ何もない感じになっちゃう、これなんですよね、でもじゃあ例えば、まあ、今ここにいるから結構難しいんだけど思ってくの、はい、例えば、まあ、なんか私いつもそんなこと言わないからなんかキャラじゃないけど、なんか売り上げがとか、うん、動員数がとか、はい、フォロワー数がみたいな、はい、YouTube のチャンネル登録者数何千人でとか、ブログのアクセス数がこれだけあってとかっていう、そっちに要は知のパワーにフォーカスをしたお話に傾いて、そのエネルギーで全体が引っ張られると、ものすごい多分差を感じ始めるよみんな、うんうんうん、そうですね、歴然な数字として差がもう見えちゃってますね、そう、うんうん、差が生まれるから、とってもだから人はそういう時にエゴキンマンが要はすごく登場するから、居心地の悪さを感じたり、はい、逆に恐れが強くなるから、それが恐れのパワーってすごいから、悪い意味での原動力になっちゃったりするわけよね。だったら自分もやらなきゃいけないとか。はいはいはい、はい。うん。なんか一瞬でこうやってフィールドは変えれるの。はっきり言ったら。うん。だから、そのフィールドを作る人っていうのがいるわけじゃん。はい、それはその瞬間瞬間で変わると思うよ。それがニュースキャスターの場合もあれば、テレビ局だったりするし、新聞社だったり、あとは今私の配信に入ってきてくれてる人は私の今はフィールドになっちゃってるから、でそのフィールドを作っている人がその瞬間ごとに、みんな意識はしてない、これを絶対に無意識にやってる、でもどっちかを、その差がある意識か差をなくしてる意識かって感じですか、うん、いやこれ差をなくしてる意識の人って少ないのかね、捉えてる人がいないからあんまりいないと思う、無意識にやってる人はいっぱいいると思う。ああ、なるほど。うん。さあ、撮ってるっていうのを無意識でやってる人はいるってことか。そう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 。そう。
いや、なんかすごいな。でもやっぱこの位置にいて、このエネルギーでハッピーさんがその場にいるから、この感じがやっぱハッピーさんのそう、気持ちいいってなるよ、場みん所な。に行くと、みんなそう、の結局、感受性。ハッピーちゃんに会ったからそうなれてるって多分みんな、錯覚を起こしてるんだけど、まあ、言い方は間違ってはないんだけど、実際にもっとちゃんと言語化すると、自分の愛の場所に戻れてるから気持ちがいいんだよ。なるほど。これが愛の場所という、そう。ハッピーさんが言うところの場所っていうことですそう。で、なんでね。なそるれがほ起きど。るかっていうと、一緒の空間にいるっていうことは、誰かがイニシアチブを握ってるんよ。その空間で。で、一番気が強い人、エネルギーが強い人が握るのよ、そこって。だから、職場とかでもめっちゃキレてる人とかって、なんか場の空気いきなり変えるじゃん。そういう感じ。誰かが握るのよ。だから私は絶対に自分がいる場所は、自分が主催じゃなくても自分が絶対エネルギーのイニシアチブを握ると思ってるの。そうなんだ。で、だから、しゃしゃり出るとかそういう話じゃないよ、これって。ただのエネルギーの話だから。握らせてもらう分、ちゃんと責任は取ろうと思っていて、人を変なとこに誘導しない。だからそれはイコール、自分の世界で起きてることだから、自分が必ずその奥にいること、そこのエネルギーで場所にいることっていうのをすごくやるのよ。それを意識してるっていうことなんですすごい意識してる。すごい。いや、でもすごいな。意識して、意識的にそれを意識しでたらもなんかさ、変わる。ワクワクしない？この話。自分しがまそういす。う存在であれたなら、すごくワクワクしない？します。でしょ？そうなれるの、みんな。自分のその気のいい状態ではいようみたいな、なんかそうすればそれこそハッピーさん、あれ HK 始まった時、そのボルテックスの中にいた何千人にもあれするって言ってたのと派生するってか、やつね。だからなんかその自分の気のいい、気分のいいっていう状態でいるっていうことには専念してたんですけど、なんていうの、そこまで、なんかハッピーさんまでの意識っていうのは、場をとかまではやっぱ考えてなかったから、それを意識したらどうでなものさ、かもうなっ自て分が存在する時点でさ、そこに。もう自分の世界じゃん。思いうん、誰が主催してようと。ました。確かに。なんか、自分の世界で起きている主催者がいるっていうだけの話じゃん。言い方が正確に捉えるなら。主催者の世界に自分がいるわけじゃないじゃん。私の世そうです界にね。主催者が現れて、その人が開催しているっていうだけの話じゃない？そっそうですね。か。だなるほから、ど。私が存在する空間っていうのは、必ず私がエネルギーのイニシアチブを必ず握る場所にいるっていう。すごい。そこまで意識してるんだ。やっぱすごいなって思いました。それってなんか、あれ、例えば普通の日常生活で行くカフェの時とかはそこまでは意識しない、別に。しないしない。そういう、なんか人がこう、集まって何かするときに、すごく意識をで、しだって、て、特にやっぱ私のやってることってさ、と、あとみんな、私のとこに集まってきてくれる人っていうのはさ、やっぱりその自分に対してのその目覚めを起こそうとしてる人たちだから、そういう強い目的を持って今回生まれてる人たちだし、それのフラッグで私に集まってくれてるっていうのがあるから、なるほど。それはやっぱりそこに持っていきたいっていう強い私の欲求もある。自分が作る場所、そういう人たちが集まる。だからその人たちがその自分の愛の場所に戻れるようにやりたいよねって思ってるんですよ。これみんなその愛の場所に戻った位置でこの今世を生きたいって思ってるから、その自分を生きようっていうのをやってるっていう感じですか？そうですよ。今さら質問。そうですよ。なるほどね。いや、なんかすごい今の話聞いてるだけですごいリボンされた気がして、なんか味わうとかその気持ちがいいなって思うことはやっぱもうよくあるけれども、体にやっぱ意識を向けるってやってないなって。体でやってみて。で、体が難しかったら呼吸でもいい、最初。そういう呼吸を感じるっていうことですか？
呼吸って存在なのよ、闇っていうのも存在なのよ。また難しい話ですかこれ。うん、全然。恐れとか不安とか、まあその闇って呼ばれるもの、例えば暗闇って怖くない？怖い。え、普通に暗いところってことですよね。そうそう、暗いところ、暗闇。はい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 、怖いです、ね、うん。怖いっていう時点でさ、もう存在ってわかる？これ人じゃないけど存在としているんよ、はい、暗闇っていう存在として。存在は存在状態だから、一つの性質があって、暗闇っていうのはその怖いとか、そういうなんていうの、感覚を人に与える。花を見てこう綺麗って思うのってあるじゃん、はい、あれもその花が持つ性質がある。でも花も存在状態、一つの。あー、なるほど。うん、だから全てに命っていうか、全てに愛が流れてる。その全てに神がいる。それを日本人は分かってるから、八百万の神々って言い方をするわけじゃん、うん、だから神が創造していないものなんて何もなくて、逆に言うと神とは愛のその命の流れだから、命の流れがないものがこの世に存在はしていない、どんな物体であれ。ってなった時に、その風も存在状態だし、一つの、なるほど、暗闇も存在状態だし、でだから自分の中に恐れみたいなのがあると、ちゃんと感じようと思ったらものすごい多分存在を感じれると思うよ。大きいのよ結構、しかもそれが。ああ、なるほど。うん、だから怖すぎて触れたくないんだよね。はいはいはい、恐れを恐れるっていうわけわかんないことになっちゃうよ。だからで、なんかこのうわーって包み込まれる感じが、感じするでしょ、それを認識を向けたら。それなのよ。で、痛みも存在状態で、痛みっていう存在があるんだとか、暗闇っていう存在なんだみたいな。そう、だから恐れが存在としてあるんだと、自分の中に。だから私であってそれは私ではない。だからそれに触れることをすごく怖がってるけど、自分の中にあるものだから、ちゃんとタッチしてみようってやった時に、あ、変容できるんだって分かったわけよ、その恐れが。溶けていくっていうか、その、肥大化していかない？逃げなければ。で、それがあったからエゴキンマンっていうのを捉えれたいってなった時に、呼吸というものも存在なんですよ、うん、これ。うん。呼吸も存在なんだ。そうなのよ。だから、呼吸っていうものを、の存在を感じてみてよ。で、呼吸のペース、呼吸の存在のペースがある。そのペースに委ねるの。自分の存在を。バンって。で、じゃあ、究極的なところを言うと、呼吸の存在状態。呼吸の存在って何って言ったら、ソースなんですよね、これが。源ですよ。これが、肉体は源じゃないってことですか？肉体は源そのものではないよね。いや、源から派生されてるよ、すべて。でも、源そのものの存在のエネルギーっていうのは、呼吸っていう存在なのよ。わ、なんかやば、鳥肌。すごいでしょ？怖い、怖い、怖い、怖い。怖い話されてる気がする。やば、だからソースっていうと、もしかしたら捉えがたいかもしれない、源って言っても何か分かんないかもしれないけど、自分の中の呼吸っていうものが一つの存在であって、うん、その存在にペースを合わせる、委ねてみるっていうことをする行為イコール、うん、それはソースそのものになってるっていう状態ね、これ。まあなんかすごい、この話だけ鳥肌がやばい。あ、怖い。だからそっちに委ねてる時は、もう源そのものに慣れてる、自分が。肉体を持ちながら。そう、だから愛の感覚に行けるって言ってる。だから深呼吸とか呼吸を大事にしてくれっていうわけ。あ、なるほど。みんな。なんかすごいことに今気づいた気がする。いや、みんなやっぱやばいですよね、これは。これはもう。そうだよ。え、なんかそれこそ本当になんか自我みたいなのが、まあ、それ最初はあるけど、うん、本当に呼吸だけに意識向けてたり、なんかその自我みたいな、この自分というものがやっぱり、なんていうの、よりもその呼吸の方の認識みたいな方が強くなってくると、まあ、すっごい内向けるじゃん。不思議な感覚にね、うん、うん。すごい不思議な感覚になります。呼吸のペースってあるじゃん、人それぞれ。だからそれがもうもはや神のペースなのよ。で、その呼吸のペースは毎瞬、人それぞれ、うん、そして自分自体も違うじゃん。だから何かに合わせるっていうこと自体がおかしいんだよね、もうペースを。合わせられないですもんね、人の呼吸でしょ。人と一緒にできないじゃん。確かに。でも日本のさ、あれじゃないですか、呼吸合わせようって言うじゃないですか。あ、それは別に
呼吸合わせって、まあ、でも呼吸合わせよって、うんと、うん、あの、ケースバイケースだと思う。例えば、ケースバイケース、うん、何か一つの物事を生み出そうとしているときに、その全体意識で源になっていくっていう行為での呼吸を合わせるっていうのはとってもいいと思うんだけど、うん、その誰か支配的なものの言い方で、コントロールをするっていう意味で、俺にペース合わせろよって。でも、はい、そういう人って呼吸を合わせろよって言い方しないと思う。確かに、しないですね。うん、俺にペース合わせろって言い方でしょ、多分。あ、確かに確かにそうです、ね。うん、呼吸合わせろやって言い方しないと思う。確かに、呼吸合わせよってやっぱいい。いい意味でしょ。いいっていうか、うん、そうですね。確かに、調和するときですよね、うん。そうなのよ、うん。呼吸が浅くなっちゃうっていうのは、うん、自分のペースから外れてるってことですか？こういう感じ。呼吸が浅くなってるっていうことは、呼吸っていう存在と自分っていうのが離れてる状態じゃん、うん、ちょっと。イコール、それは源と離れちゃってる状態なの。だから、すっごい究極的に自分のこと否定したりするタイミングで過呼吸になったりするのはそういう理由。自分のこと否定しすぎて、源っていう存在から離れた時に、うんイコール呼吸と離されるっていうことだから、うん、浅くなるよ、うん、ああっていうだから、うんうんうん、深呼吸してって袋渡したりとかする行為っていうのは、うんうんうん、源に戻そうとする行為なんやろ、そしたらこれずっと呼吸に意識してたらどうなるんですか？とっても感覚が立ってくると思うよ。でもそっか、瞑想の時とかもやっぱその呼吸に意識するってやっぱそう、うん、だからあの判断基準が全部内向いた状態でできると思うよ。ああなるほど、うん、だからなんかヨガの終わった後とかってすごいなんかやっぱいつもと感覚違うなって思う、うん、ヨガはさガ呼吸ベースにあるじゃんあれ。はい、うんうんうん、だからか呼吸を制するもの人生を制もう人生制しますよ。てか世界を制しますよ。やばいじゃないですか。うん、だから自分の呼吸のペースを、知ることで、はい、それにリラックスして委ねてみること。呼吸っていうのが存在だっていう認識ができれば多分それが感覚的につかみやすいと思うんだよね。うん、確かに。あ、ここに寄っかかればいいのかみたいな。だから他人に寄っかかってる場合じゃない、呼吸に寄っかかるんだよね。確かに。でも本当そうですね。やっぱ大人数の時とかも内向きたいなって思った時やっぱ目とかも閉じて、うん、呼吸してるとやっぱまだやっぱそこまでしないとうちに入れないけど、そこまでやると確かにこのうちに入れて、あ今ここが緊張してるなとかわかるでしょ。なんかわかる、わかります、うん、この間そんですごい久しぶりに感じました。あ、こうやって自分を観察するんだなって思って。だって瞑想って何かって言ったらあれだって呼吸に意識を向けるっていう行為じゃん。確かに、うん、同じなんですよ。だからもう突き詰めると結局、いや、ちなんか瞑想とかもやっぱり呼吸に意識向けるっていうのはそんなにできてなかった。誘導がないと入れないって思ってたの、うん、やっぱ呼吸にへの意識が全然足りなかった、足りないっていうかしてなかった。すごいやっぱ言葉の方で入ろう入ろうっていうか心を動かして、うん、で多分それで力が抜けて、まあ、呼吸が穏やかになって入るっていうことなんですけど、確かにこれだったら本当。ゆうきさん、ヨガの先生でも分かってない人がほとんどな気がするってあるんだけど。ああ、そうなんだ。あの、そう。だから、ポージングでヨガをやってるっていうのだと、多分ここには確かに行けないと思う。でも、ヨガの奥義って多分これですよ。その、呼吸を通じて、うん、結局その、源にコネクトさせるっていう、あれで生まれてると思う。つながるって意味って言いますもんね、ヨガって。うん。吸う息と吐く息ってあるじゃん。吸うとその源のエネルギーが自分の肉体にブワーって広がっていく感じで、その肉体でなんかいろいろ感じたものっていうものが一回その源に戻っていく、要は体験を戻す。あ、肉体で感じたものを、そうそうそう、物質世界で感じたものを神に返してあげるっていうのが白衣。神の化身として今この物質世界にいて、肉体を通じて神を体験するってことを私たちはやっていて、その肉体が体験した経験したその体験という気づきを吐くことでソースに、はい、源に献上する。そしてその源からまた新しいエネルギーをその吸うことで肉体に通していく。
なるほど。っていうこのなんかリレーションがあるわけじゃん。吸うと吐くで。で、そのさっき言った、吸う息と吐く息にちょっと訪れるこの間、間があるじゃん。はい。ここが私的に、なんていうか、ゼロポイントフィールドとかなんかそうやって呼ばれる場所じゃないかと思ってんの。どっちでもない。鳥肌がやばいですよ。うわ、怖い、これ。鳥肌が教えてくれてるもん。え、これすごいでしょ。私も鳥肌すごいもん。いや、怖い怖い。これこんなに言葉にできてるってやっぱすごいですね。どっちでもない場所か。そう。だからこれが静寂の本当の場所だと思うんだよね。その、戻る行為でも、入れ込む行為でもない、もう、その二つが重なってる場所。ゼロポイントフィールドって言われるものって一体何なんですか？いや、よくわかんないけど、その、実際のどういう概念で言われてるかわかんないけど、その、何もない、本当に。無限とか静寂とかその場所っていうのが、吸う息と吐く息のその間に訪れてる。じゃあ厳密に言うと、その間に、まあ、またそれ頭でこねくりますと変なこと言えないそうですけど、その間に無限のその英知と、うん。そうそう、だから人間意識と源の意識っていうものが、はい、いや結局肉体から吐いてる時って肉体で起こした体験を源に戻してる状態じゃん。だからそれはある意味肉体意識の方が強いかもしれない。で、吸う息の時にそうやって呼吸を本当に感じれたら源からのエネルギーを感じる。だからどっちかって言ったら源の意識の方が強いかもしれない。でもその間にあるその場所っていうのはどちらでもないイコールどちらでもあるっていうところじゃない。すべてがある、すべてであるですよ。すべてそこのポイントが、うん、その一瞬っていうのが、あ、もう鳥肌がすごい。なんかそうなんだよね。呼吸しめっちゃ感じたいって思いますあ、すごい、やっぱ書いてる。ほら、瞑想の達人からも吸う息と吐く息の間に真実が隠れていると説明されていて、よく分からなかったけど今の説明でやっと分かった、ありがとうって。いや、これ分かりやすい説明でしたね。そういうことか。そこが真実の場所、うん、なんかすごいやっぱ怖さをちょっと感じるぐらいすごい真実って感じですよね。なんかそれを知っちゃったみたいな、知っちゃったのか思い出しちゃったのか分かんないけどあ、またなんかやばい呼吸を存在として認識して生きる。多分感覚が捉えやすい気がする。で、その呼吸というその存在が一番愛すべきものだし、めでるべきものだよねっていう。うん、呼吸が結構ずっと浅かったんですけれども、うん、ハピちゃんが呼吸呼吸とかってずっと言ってくれてたおかげで、呼吸するのが楽になってきたっていうか、ね、楽にできるようになってきました。よかった、確かに。呼吸なんて意識したことなかったですからね、本当に。変わるでしょ。でもね、これで変わるでしょ、ちょっと。変わると思います。見方が。いつもね、そのなんか生きてるその現実をね、リアリティを歩いてる時にさ、はい、なんかその毎回その呼吸のことでなんかその。いちいち何かこう思ったりとか感じたりって結構難しいと思うんだけど、その瞑想っていう時間を何かって捉えにくく思ってる人がもしいるのであれば、5分自分の好きな曲をかけて呼吸っていう愛しい存在とこの時間は共にいようってやるだけで真実の場所には絶対行けるようになるから。なんか涙が出てきました今ので。呼吸を愛しいって思ったことがなかったです。うん。で、その時に、その瞬間だけは、今言ったことを思い出してもらう。その神の化身として、ね、肉体を使って神の体験を起こそうと私は今回生まれてきてると。だから、肉体が感じたその体験気づきを、あなたに戻しましょうと。源である私に。そしてまた新たなエネルギーを、神の化身であるこの肉体に流しましょうっていう、それを、吸う息、吐く息を献上。で、その間に訪れるその静寂っていうのを感じる。その5分で全然人生は変わると思うよ。なんか聞ける人しか聞けない話な気がしませんか、これは。確かに。聞いてもやっぱ理解が理解っていうか、なんかなんて、ああ、すごいって思えるっていう感覚じゃなくて、聞いてもはてなはてなはてなって感じですもんね。うん、
なんかすごい、これからどうなっちゃうんですかね、みんな。この呼吸は存在だと意識してしまった、認識してしまった、もう覚醒が止まらない、覚醒、アセンションが、アセンションが止まらない。なんでなんかそこまで行き着くんですか、やハッピーさんって。やっぱあの自分の奥に入ってったらいろんなことが分かりましたよ。本当に自分の中に全部あるんだなっていうのをすごいやっぱ体感するよ。だからみんなも、もちろんそうで、だって同じ場所から来てるんだから、同じ場所にいるんだから、もともとだから何かを、この宇宙のことを、全てのことを、あと自分のことを、他人のことを、世界のことを知りたいのであれば、本当に目を自分に向けて扉をどんどん開いていって、奥に奥に入っていくと全部が分かってくる、いろいろと。すごい。なんかあの鹿児島行った時もハッピーさんって本当にこんな瞑想っていうか、なんかやっぱスーって入っていくじゃないですか。あれがやっぱすごい印象的だったんですよね。なんかこうスーって、それこそ5分とか10分ぐらいだと思うんですけど、うん、なんか全然何も喋らないなって思ってみたら、あの本当あの瞑想、うん、ゴロンって知ったやつとかしながら、こうなんかスーって瞑想してるのか呼吸のあれなのか分かんない。あ、はいはいはい、あ、ルーティンみたいになってるからさ、それが。あ、そうなんですか。うん、へえ。そうか、それがすごい印象的だったんですよね。なんか、あ、言ってるじゃん、この配信だってすぐ忘れることがあったから配信始めたわけじゃん。確かに。うん、だからそのなんか孤独にすっぽい入った時に、その時にまたもルーティンだから私、今の呼吸で戻るわけよ。あのスーをやるってことですね。あの、そう。そうなの、時間なんで作んなくたって一瞬でできるわけじゃん、呼吸なんて。確かに。でそれが慣れてくると、その戻れるわけよ、その心の家っていうところに。そうすると目が覚めたら、あ、な、何を思ってたんだろうみたいになるわけ。確かに。そうやって内側向くと、あれってなりますもんね、この孤独ってって。なんかそういう感じになっていきますもんね。 なるでしょう。ああ、そういうことか。最初からそんなにすぐ戻れるよ、戻れてたの？だって最初はもう、だって本当にエイブラハムとバシャルで洗脳してたもんね、自分のことを。でもなんかこう孤独感に襲われたとかって言って、でもじゃあ戻ろうと思ってこう瞑想するわけでしょ、うん、本を読んでましたね。要はここまで、だってこんなに分かりやすく言語化してくれる人いなかったから、私の場合は手探りやってたわけよ、うんうん、で文章を読むことで彼らの当時はやってましたね。でも瞑想でホームに戻ろうって思い始めたの、うん、いつぐらいなの？ソースチャンネルの前からそれはなってたもん。じゃあソースチャンネルの前ぐらいから瞑想でホームに戻ろうって始めた時は、うん、やっぱりその5分とか10分でやっぱり気持ちがスーってこうちゃんとホームに戻れてる感覚があったの？思い出すっていう。でもそれは多分最初の知識を使って、うん、情報っていうのを使わせてもらって、うんうん、体感というよりかは、あ、そうか、そうなんだ、自分って世界は作れるんだみたいな、うんうんうん、その真実の音に触れて自分のバイブレーションがこう変わってくるわけじゃん、上がってくるわけじゃん、波動っていうものが、うん、そうなっていった時に、うん、文章じゃなくて呼吸っていうのに切り替わっていった。でもやっぱり結局はその知識で最初はそのバイブレーション上げてって、だけどやっぱりそれだけじゃやっぱ本質的なところと肉体感覚はやっぱ知識だけだと得られないから、やっぱ瞑想の方に進んでいった感じなんですか？なんかね、それは意図したわけでも、うん、自然な流れ、う、うん、だ多分結局その自分の中での周波数が変わると気づきが起きる、はい、で気づきが起きると行動するから、多分その時の周波数のその気づきの体験によってなんか勝手にそれが起きてる感覚、どっちかって言ったら。あー、なるほど、うん、でそれをみんな、今のみんなはなんか別にそのルートをたどらなくてもいいよねって思ってるのは、こんだけ分かりやすく言語化できている人間が目の前にあなたが表したわけだから、うんうん、私みたいに手探りでゼロからやんなくてもいいんじゃないって思うわけ、ショートカットでもっと別に、うんうん、なるほど。だから逆、それこそ本当ハッピーさんの話聞いて、ハッピーさんのあれをやってると本当にもうこれ
できちゃったみたいな。こないだ望んだのにとかも、もうそれこそじゃ現実的なこと言えば、もうこれができちゃったとか、なんかそれが早すぎて、それこそ、うんうん、そこについていけてない感じとかも、うん、やっぱ頭で考えちゃうからですかね。なんかそこについていけてない感じとかもありました。なんかその現実と自分自身がついていけてないというか、あなんかそのショートカットしてる分かもしれないんですけど、うん、早すぎてね。あそう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 。でもそれはあれですよね、そのこのホームに戻るっていうことをセットでやってったら、もうちょっと今よりもこう広い意識で全部を見えるようになるから、そこの自分とのこのなんか早いなみたいな、自分が追いつけてないなっていう感覚もあなくなってくるんですかね。これなくなってくるっていうか、私はさ、それこそ時間をかけている感じだから、進み方が、はいはい、そのいきなりなんか F1 に乗ったみたいな感覚はないわけよ。なんかこう、うん、徐々にだんだん練習して慣れてきて F1 レーサーになれたみたいな、なんか感じがあるけど、確かにそのミカランダの今の状況って、もいきなりなんか F1 練習もしてないのになんか F1 の車乗せられたみたいな多分感覚だと思うから、いや相当怖いと思うんだよ。でもまあそれが本来の宇宙の流れっていうか、そのぐらい時間っていう概念ってぶっ飛ばせるよっていう、うん、ことであるわけなんだけど、まあ慣れてくるっていうのも一個あるし、そこが本来の場所だから。なるほど、そっか、うん、そういう時こそ逆に神を見つけるタイミングじゃん。なるほど、うん、でその神を見つけるっていう言葉を使うと難しくなるんだけど、簡単で、はい、そういう時こそ呼吸と共にありなさいっていうことじゃん。なるほど、そうですよね、うん、なるほどです。今日そういう時にこそ意識するじゃん、やっぱり何にもなかったらダラダラって別にあれだけど、うんうんうん、今回みたいな、はい、SNS 見てあーって孤独に陥った時にはーって私は気づく、はい、あこのままこの中にいたら、はい、もうどんどん愛されてないとか仲間外れとか、うん、いろんなね思考がひもづいてきて、うんはい、抜けれなくなるところまで行く。はい。だからそういう時にこそ神を見つけるタイミング、そうだそうだ、呼吸を通じてね、呼吸っていう存在と一緒に心の家に戻れば目が覚める、はい、確かにその位置に戻ったら、いやまたなんかやろうみたいになりますもんね。でしょう。なんかやろうってなったりとか、うん、本当その位置で味わえますもんね。あすごいことだよなとかね、なんかでしょ。あもこさん、今頭の中の感覚が広くて軽い無重力、いつももっとギュッと狭い、すごいってきてるけど、ちょうどスリーさんこの間やりましたよね、この感覚の違いね、狭い場所にいて檻の中に入ったような意識でいると分離を感じて、どんどん自分を否定する声が聞こえてくるんよ。でもその自分の意識を広げて広げて広げて、そこの場所に出ると統合になっていくから、解決策とかアイデアっていう場所に行けるっていう、なんかちょうどその話をした。だから今話してる内容は意識を広げるっていうそっちの話だから、だから無重力を感じたりとか頭の感覚がこう広がるっていう状態になる。だからここにギュってなった時、俺に入ったようななんかこうギュって重たい感覚をまず捉えることが大事だし、そうなった時に、うん、あ広がっていけばいいんだっていう、そうなれたらいいよね。いやこれ本当に自分のものにしたら、いや生き方っていうかあれ本当変わりますね。うん、さらに確かに広がると否定が入ってこないってコメント、あの今多分比較も感じてないはず、私とかミカちゃんとかそのこのスリーさんに対して多分話聞いててもフラットななんか感じの感覚があると思う。瞑想が難しいとかって言ってる人も多分変わると思うんだよ、この話。いや変わります、私変わりますよ、うん、やっぱ呼吸だけとか無理だなって思ってました。無音とか、まあ、曲だけも結構全然入れないと思ってて、うん、ハッピーさんの誘導がないと、うん、入れてなかったです、うん、でなんかその愛おしさが半端なくなりましたね、呼吸で。やだ、私も上達してるってこと？そうですよ、だって今最先端の塾に通ってるようなもんですからね。スリーさん最先端の塾に最前列でいるじゃん。もう変わらないわけがないって。確かに爆風受けてんですか、ちょっと。確かに。いやでもなんか本当に本当にハッピーさんに出会えてよかったなっ
って。本当です。みんなラッキーだね。もう見つけた人ラッキー。いや、マジでラッキーですよ、ね。見つけた人本当ラッキーですよ。やっぱ会ってなかったらもうこの世にいないこのそのタイムラインっていうのもあるんじゃないかなって、やっぱなんかわかんないけどふと思う時があって。あ、全然あるよね。ありますよね、うん、あとハッピーちゃんがいない世界もいるから。それこそ竹越幸さんは生まれてるんだけど、はい、ハッピーちゃんがあなってない、うん、誕生してないっていう世界ももう全然あるから当たり前だけど。そうだからみんなで眠ってるタイムラインってあるんですよね。だから出会ってないですよね、 誰ともね、ここに集まって。そうか、なんかそれを想像すると違う意味でゾッとして鳥肌が立つ。なるほど、確かに、うん、でもねそれはそれで比較するものがないところだから。そっか、それはそれで、うん、そうなの、それはそれでなのよ。別になんとも思ってないかな。そう、なんとも思ってないさ、生きづらいなぐらいの、うん、だってそれが普通なんだもん別に。かうん、だってそれだって結局その今の自分とそのパラレルワールドに存在する自分を比較して何かを否定してる行為でしょ。あ、そっかそっか。あ、そっか、やめようよ、やめる。うん、あ、そっか、そのタイムラインの自分をあの否定しちゃってるってこと。そう、あ、確かにそれの話聞いたら涙が出てきましただって そのパラレルワールドの自分はそこで人生っていうものを真剣にちゃんと向き合ってやってるわけだから、うん、なるほどね、うん、尊いですね本当に。でしょ、だから別に何の選択したって、なんかその二極化とかそういう話もあるけど、別に何の選択をしようと選択した時点で比較がないから、その違う世界との。なるほど、うん、そこでちゃんと生きてるわけです。いやすごい、なんかすごい、違うタイムラインにいる自分のことも信頼するってことですね。そうですよ、そこでの気づきがあるし、ね、逆に言うと、うん、今このタイムラインで感じれないことと別の気づきとかがそこでは起きてるわけだから、うんうん、そこのタイムライン、そこのタイムラインで神にとってはとっても重要な体験と気づきだよね。全部が一律尊い、優劣がない、別にそこになんか目覚めてるから素晴らしいことを起こしてるとかっていうわけではないし、全部が平等に気づきと体験。なるほど、うん、もう本当に自分の今の自分のところを見ることしかもやっぱないんですね、うん、いやすごい、やっぱ本当に自分のこととか人生とかこういうふうに意識を向けて考えて気づきを得るっていう、本当すごいいい時間だなって思います。いい時間だよ、うん、あ、マリコ磯部さんがいいコメントしてくれたよ。なおさら今選択してる世界がより愛おしく思えるし、選ばなかった世界もまた尊いと。いいコメントですね、うん、いいコメントですね。でこういう話になってるってことは、今もっと多分目覚めが起きている世界、それは未来っていうタイムラインかもしれないし、どっかの次元の私がこのそこから見たら多分まだ古い意識、ここの場所がに多分感謝を送ってくれてるのよ。例えばそこの場所の自分が、あの古い意識っていうのは良くないとか、例えば目が覚めてなかったからダメだみたいなものの見方を、もしその未来のどっかのタイムラインの自分がしていた場合、今ここで喋っている私は多分こういう話をしないと思う。なるほど、うん、何かから否定されているわけだから、それってということは、逆に言うと今私がどこかのタイムラインの自分を否定するということは、今の自分もどこからからか否定されるということになるわけで、すごい、全てがつながってる。そうなの、全てがね全部つながってるんですよ。これ本当に例外なくつながってるっていうことがすごくよくわかった今日。うん、映画とか見てるとさ、ドラマもそうだけど、始まりのシーンがあって、で、クライマックスのシーンがあってみたいな。で、一つの物語じゃん。うん、で、それは映画だったら、じゃあ、例えば2時間の中に行われているわけで、その2時間の感覚って、見ているタイミングでは、それが過去で未来っていう感覚は多分ないと思うよね。普通に映画を見たっていうタイムライン1個の、になるじゃん。それが、例えばそれが、映画を1週間前に見たってなると多分もう過去になると思うんだけど、はい、映画を見てる2時間のうちの中で過去っていう言い方しないと思うのね。
でも、じゃあ実際映画の中で行われている物語上では、始まりのシーンと終わりのシーンでは、その物語上では過去と未来と現在っていうのが行き来してるわけじゃない。行き来っていうか、その時間で流れてるじゃない。過去から未来へ。物語が流れてるからエンドが迎えられてるわけでしょ。でもそれは見ている私たちからしたら同時に起こってることと一緒じゃん、物語上。なのに例えば始まりのシーンが終わりのシーンに比べたら確かに何も始まってない状況だから、そのクライマックスのところから比べてみたら過去に当たるじゃん、始まりのシーンって。そのことに対してなんかあれって今のこの感動のクライマックスからしたらなんかあそこの過去ってなんかいまいちだったよねとかっていう言い方って絶対しないじゃん。確かに確かに。映画をこうやって2時間見てる中で始まりのその尊いワンシーンから物語が全部連続して起きているからそこのクライマックスのエンディングが素晴らしかったっていう見方をするでしょ、だからどのシーンに対しても否定的には思わないじゃん、その物語見てて。確かに。でもじゃあ実際映画の主人公に入りきった瞬間にエンディングを迎えた自分が現在で、始まりのそのワンシーンは過去に当たってるわけで、よくやりがちなのがその過去とか違うものっていうのを否定に入るんだけど、そうすることでその物語の芸術性が失われるよねっていう。すごいですね。なるほど。だから映画を見てるその視点っていうのは、その本当にその源高次元の視点ですよ、これって。ああ、なんかすごい分かりやすかったです、だってその始まりがないとそのエンディングがないんですもんね。そう。でもっと言うなら巻き戻ししたらそこも見れる状態でしょ。なくなってないじゃん、その始まりのワンシーンは。私たちも同じことが起きてるよ、これ。だからあの竹越幸さんがこの世に誕生した1983年9月4日っていうそのワンシーンはあるのよ、なるほど。だから巻き戻しって見てるわけよ、源は別に巻き戻しっていう行為もいらないわけ、なるほど。同時に見れるから。すげえ、すごい。なんかやっとその話の意味がなんかちょっと分かった気がします。本当？あ、え、すげえ。神回中の神回ですよ、これ。なるほど。なるほど。視点で見てるって、そのなんか映画を見てるっていう。そう、映画の始まりは過去になるわけよ、エンディングからしたら。なるほど。でも同時にあるじゃん、もうすでに。もうそのワンシーンが消えたわけでもなくて、その物語はいつだって見ようと思ったら見れる場所にある。すげえ、確かに。でそこを否定してしまったらこの物語って始まらないよねってなるから、なぜ否定する必要があるのか、過去っていう話。すごい。だからそう思った時にぐちゃぐちゃって何かが起きるタイミングもあるだろうよ、そりゃ物語の中で。確かに。それをでも見ている映画の観測者っていうのはこれからどうなるんだろうっていうハラハラと同時に展開していくストーリーを知っているから、面白く見ているわけでしょう。もうそっか、それも知ってるのか、最後まで知ってるので。そう、見てるの。だそれがなければストーリーが展開していかない、そのぐちゃぐちゃとかっていう内容がなければ。なるほど。そう思うと全ての瞬間が愛おしいですね。でしょ。でもっと言うなら映画館も今はさ、やっぱ1個しか見れないじゃん。1個のシアターに1作品っていう上映の仕方じゃん。本当は真ん中に今世っていう映画がやられてて、右にもスクリーンがあって、右を向くとどこにも違う映画がやっていて、左を向いたらまた違うスクリーンがあって、違う物語がやってて、後ろ向いたら後ろにもスクリーンがあって、そこにも違う物語があって、要はこれが現世、未来世、過去世とかっていうあれですよ、見方。どれも同時に起きてるの、これが。って分かる？だから。いや、分かります、分かります。うん、でもその映画を見てるそのものっていうのは、もし私の映画だったら、やっぱ私の未来世、過去世、その私の物語が全部、物語が全部見れてるってこと。そう。うわ、やばい、この話、すげえ。ほら、だから今真正面で見てるのが今世なだけじゃん。で、今世のエンディングっていうのもあるわけでしょ。始まりも、エンディングも。で、
後ろ向いてよ、後ろのその未来性っていう物語の始まりとエンディングもほら同時にもうあるわけよ。全部今あるのこれだから。すげえ、そういうことか。いや、そのなんかさ、映画を見る視点みたいなのでって言うのは聞いたことあったんですけど、うん、なんか分かるようでよく分かってない感じあったんですけど、うん、今の話ですごい腑に落ちました。だからそのそれこそのなんかその見てる側のところの意識状態にいると、うん、違うそこの未来性のそのなんか後ろも見えてくるんよ。そう、なるほど。前しかないと思ってて前しか見てないから前だけに今フォーカスが当たってるんだけど、それをそのスクリーンからふって離れて全体を見渡す意識を広い意識になった時に後ろがあることに気づくわけよ。なるほど。でパッて見たら後ろの物語がやってるって。すごい面白いでしょこの世界って。え、それって全部地球で起きてることなんですか？いや、わけでだからいろんなあれがだからエササニ星で生きてる自分だっているわけよ。あ、そっか、そういうことか、うん、今は地球上の日本のここっていうとスクリーンに焦点当ててあの遊んでるからそういうことだよね。でも今4つしか言ってないけどスクリーンもう無限ですよ。こんなの無限のスクリーン、すごい広がるでしょこれ。意識が広がる。今現時点のこの瞬間の自分が過去性とか未来性の自分に影響を与えるとかあるんですかね。あります。あるんだ。あるっていうか、どっかの自分がファッてこう目覚めが起きるとその気づきの周波数が結局全部つながってるから、網の目のネットワークみたいに、うん、どっかがそうなるとファッてなるわけよ。なるほど。そうだから否定しないでって言ってるの。なるほど。そこもそんなにつながってるのか。いやー、すごい、すごい。なんかそうなるとさ、何を持ってるとか何ができないとか、はい、なんかあの人に比べてとかもうはっきり言ったらどうでもよくなるじゃん。もうここの感覚で話してる内容からすると、うん、うん、はい、本当そうですよね。この次元にいたい。わかる。わかる。え、ハッピーさんも結構見えてる感じなんですか？何をどうとかはなんか具体的にとかはないけど、感じるのは感じるよね。多次元にその自分の存在を感じることはある、すごく。でもそれって結局意識を向けなかったらないのと一緒でさ、意識を向けたら感じられるわけですよ。みんなもう今世しかないで今の自分しかいないと思い込んでるから、その多次元とのだってもっと広がった意識の場所にいる自分っていうのはさ、多次元の自分を捉えれてる意識の自分もいるわけで。なるほど。そこに立ってる自分って他の次元の自分とコネクトしたがってるわけよ。ああ、そういうことなんですね。だってダリルアンカってバシャールって未来星だから、あれ。あ、そうなんですか。そうだよ。あ、そういうことか。うん、ダリルアンカの未来星がバシャールなわけだから、ダリルアンカの未来の姿のダリルアンカがダリルアンカに話しかけてるみたいな感じ。あ、だからああいうことができるわけ、意識を向けたら。なるほど、そういうことか、うん、でもこっちが閉じた状態だと電波送ってきてもらっても当たり前でキャッチしてもらえないから、向こうは話しかけててもないのと一緒だよね。やっぱすごいな。うん、うう意識を向けるだけですね。いやでも本当そうですよね。意識を向けたら、うん、それこそ体とかもここに何があるってあるって感じられるじゃん。そう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 、感じられます、ね、足のつま先って意識した瞬間に足のつま先を感じるけど、うん、なんか意識してなかった時って何もないじゃん。確かに何にもない、うん、何もない。だから最近そのハッピーさんとかしーちゃんとかその違う次元のあれとっていうのあるじゃないですか。うんうんうん。あ、本当にこれそもそもあるもないも、うん、なんかやっぱそう意識すらしてないかったんですけど、うん、なんかそうやってやっぱ意識を向けるっていうので、うん、自分もそういう感じたりとかやっぱできるのかなとか思い始めたら、なんかすごいやっぱまた世界が広がる、うん、つま先に意識を向けると同じことよ。もうそのぐらいのレベル。だから現実に意識を向けてるから現実のことしか目に入ってこないけど、自分っていう存在に意識を向けたら自分の感覚は当たり前だけどコネクトし始めれるじゃん。もう簡単な話よ。確かに簡単な話。確かに
いや、なんか今日の話はまた尊いですね。尊いですね。尊いでした。